二股新町駅は、千葉県市川市二股新町にある、東日本旅客鉄道京葉線の駅である。駅番号は10、1010、駅舎は、市川市にあるが駅舎から50メートルほどにある、二股川から先は、船橋市との境がある。駅周辺のデルタ線、島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅舎は、高架下にある、JR 東日本ステーションサービスが、 駅管理を受託している新浦安駅管理の業務委託駅、国道357号側に自動券売機、自動改札機、自動生産機が設置されている。なお、列車運行上の番線は以下の通り、参考資料、武蔵野線、京葉線建設の経緯と線路配線。 鉄道ピクトリアル第52巻8号2002年8月号2018年度の1日平均乗車人員は4807人である。京葉線内では最も少ない数値である。土地柄、工場や倉庫の勤務者の利用が目立つため、通勤時間帯以外の駅周辺は非常に換算としている。京葉線のほとんどの駅は毎年のように平均乗車人員が増えているが、当駅は 駅前や周辺地域の再開発がされないためか、このような傾向がない。開業後の1日平均乗車人員の推移は、下記の通り、美光駅は東京ディズニーリゾートとララポート東京ウェイのほぼ中間に位置する。かつて東京エアカー越しでターミナルがあったことから、東京税関東京航空貨物出張所が残るほか、現在も航空貨物フォワー,ーダー各社の倉庫や物流センターが、 多い。二股新町駅バス停に停車する、京成トランジットバス二股また01系統二股新町駅入口二股新町駅前地下歩道を通り、西船橋方にあるロータリーより発車する。駅の近くにロータリーを設置する土地がなかったため、駅から600メートルほど離れている。かつてバス停名は、二股新町駅となっていたが、駅からの距離は、 徒歩8分とかなり離れているため解消された。本数は1時間に1本程度の運行である。京成電鉄直営時代の1999年まで、西船橋駅までの二股線が存在していた。二股新道駅の東側にある国道357号、二股交差点より南下した路上より発着。京成船橋駅行は、船橋海浜公園発と、 丸全鉄工所初発とで発着場所が異なる。駅前に乗り場がある。東日本旅客鉄道京葉線通勤快速。快速通過各駅停車市川塩浜駅。二股新町駅南船橋駅出店。編集広報資料。プレスリリースなど一時資料。編集 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員千葉県統計年間。ありがとうございます。